この試合も非常に興味深いですね。今のあの JWP 山本代表の自らのリングアナウンスっていうんですか、枕言葉ありありの枕言葉、はい、枕言葉じゃないですけどね、もうあそこまで行っちゃうと、なんか山本さんというのは感動屋さんというかね、はい、感激屋さんですから、うん、今の本当良かったです。そうですね。さあ井上京子、井上貴子、対するは JWP 尾崎キューティーというですね、まあ巷ではねアイドル対決なんていう話もありますけれども、いやでもこれはアイドル対決というよりは、結構神経戦というかね、熱くなる井上貴子が見たいというような感じがします。おっとでも最近あの、井上貴子絶好調ですから、プロレス自体は。そうですね、もう交流戦というか、まあ対抗戦始まってからもぐいぐいとねその意向を払ってきたというかね、あの昔とレスリングが違うんですよ、井上貴子。なるほど、変わってますよね。変わってきてヒールっぽくなってきてるんですよ。なるほどね。いや、もともと普通にやっててもなんとなくヒールっぽい面ってあったじゃないですか、はい、あのやっぱ面構えが、そうですね、肉肉しいもんがありますからね、さあそしていよいよゴングです。でもそれがいい面に出てきましたよね、はい、さあまずは尾崎と貴子振りましたね。おっと、まずはいきなり放て、張り手合戦だ。このバカ野郎っていうのがあの井上貴子のオリジナルって感じがしますね。なるほど、あっときれいにアイマーアップ。おっと、あっと髪の毛を掴んで叩きつけた。おっと、何かこうピリピリしたものが、あっこれは尾崎独特の片足のドロップキックですね。的確に相手のソフトバトリーをヒットするという形のものですけれども、案外というかもちろん今の形でいくとね、はい、井上貴子のところ注目が集まるけれども、うん、この井上京子のプロレスの落ち着き方、はい、なるほど、あ、キューティーと京子の絡みって結構異様なものがありますよね。うん、面白いですね。あっと、うん、早くもジャイアンツイングですかね。これはジャイアンツイングですか。どん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 やっぱり出しちゃった方がいいですよね、見せ場はね。これはご覧の大合唱、1万6500人という先ほど発表がありましたけれども、あー、まだ回します、回しますか、あー、まだ回します。あー、もうキューティーの手がブラーンって感じになりましたけれども、あの、ももの筋肉が釣り始めちゃうって感じなんですか。すごいですね。あー、まだ回す、20回転以上してる。大丈夫でしょうか、このキューティー。いつも20しないですよ。ああ30周行くんじゃないですか。ああ、これすごい、30周行ってしまった。いや、すごい、大丈夫ですよね、これは。あ、まだ行きます、まだ行きますよ。40周行っちゃうんですよ、これは。おお、すごい、あー、終わった。あー、完全に大の字。あっと、もちろん回して、京子もフラフラだ。キューティーは、キューティーは完全に大の字。あー、すごい、1万6000人の大観衆、京子コールだ。これね、うん、今日やっぱりそうはいかねえぞってところを見ててほしいですよね。そして今度はもう完全に、うん、さっきあの、まあ本当は切り離して考えなければいけないのかもしれないけれども、はい、長与デビル戦を見た後だとやっぱり、あ、現役はこういうふうにしてやるんだなというような、ね、うん、そういう気もします。今度は貴子キューティーという絡みをね、あれでもこの形で何をやろうって言うんだろう。あ、キュープリ状態で、あと、うん、アピールしたわけね。そうですね、貼り付けにしたのかという感じでしょうけども、さあこのキューティー井上貴子というこの絡みも非常に興味深いものがあるんですけれども、割と体大きいんですよね、井上貴子もね。あ、なるほどね。お尻なんかものすごく大きいでしょ。うん、結構振り回されてますね。さあそして、あっとバックから、おっと豪快にジャーマン。さあ黒崎たちだ。さあ尾崎も今日はコスチュームをね、尾崎はなんとなく、はい、喧嘩ファイトって感じですよね。そうですね、張り手合戦が非常に見物なわけなんですが、やっぱ体ない分いいコンディをしてますよね。なるほど、ここまでやってくるってこと。この辺の流れはさすが尾崎テクニシャンという感じもしますけども、さあどうか。カウント2、この人なんか、ま、違った意味でプロレス心があるっていうかね。なるほどね。あっと、そしてこれは空王変形のドラゴンスリーパーという感じですけれども、
まあ、この尾崎とね高子のこれまでのもう戦歴というのも何度も何度もまあ交流戦最後戦で、ね、当たってますんでね今のね、そろそろ、はい、攻撃を受けてて締められてる時でも今上り調子にある選手っていうのはやられてる時でもいい面構えしてるんですよね。なるほど。今の井上貴子なんか結構意地悪っぽくて良かったですよ好きですね、この意地悪っぽいっていうその顔が意地悪っぽいって顔ですか。意地悪っぽい弱いんですよ、そういうタイプにそうですか。でもそうじゃなかったら井上貴子って魅力ないと思いますよ。なるほどね。こんなことしてたら今のうちにですよ、タコにやり返さまれますよ。あーなるほど、ボッカスカに、うん、いやでもそういうスリングなのね。でも結構尾崎も気が強いですから。そうですね、うん、やり返すと思いますけど。あっと、キューティーのストラプティック。またこの中でアイドル対決って言っても本当の意味でアイドルアイドルしてるのはキューティー鈴木だけですから。そうですね、どのぐらいなんていうのかな、うん、レスラーとしての評価っていうのはやっぱりそれほど高くないということになってるじゃないですか、だから今日頑張ったら、まあ、逆にね今日そのね成果というかね、実はレスラーとしてもなかなかやるぞというようなね、そういうところをアピールするのはもちろん格好の場所ですしね。見た目よりも打たれ強いですしね。実は打たれ強いっていうのはよく言われますね。ダイナマイト関西なんかの蹴りを、ね、まともに受けてもねさんざぱらもらっても割と大丈夫っていうね。そうなんですか、自分全然キューティー鈴木に関しては試合を見るのが初めてなんですよ。あ、そうですか。初めて。あ、だから名前はみんな知ってるけどってやつですよね。そうですね。どんなレスリングをするのかという感じですけれども、さあ尾崎のフライングネックブリガドロップ、これも得意技の一つでありますけれども、タコが捕まってますね。あ、しかしおっとここでお、ルチャマリのロープを使った。さあそして強子だ。もう何か生き生き飛び跳ねるようにリングに入ってまいりました。なんか私がプロレスを背負ってるっていう顔してますから ね、うん、そうですね。でもそれはすごいことだから、もちろん京子もこれは交流戦最高戦初登場ということになりますよね。本当は井上京子は最初は交流戦にそんなに興味なかったんですよ、というのは他団体の選手がそれほどだとは思ってなかったんじゃないかと思うんですよ。なるほどね。おっと、これは綺麗だ。尾崎はこういった固め技、非常に細かい技も華麗にこなしていくという感じですけれども、さあしかしテクニシャンという意味ではこの京子超えないところがあります。京子はうまく自分の展開に持っていく持っていくのがうまいんですよ、うん、だから尾崎に関してとか京子に関しても自分のペースをつかみにくいと思うんですね、はっきり言って。なるほど、はい、気がついたらあの人のやり方になっちゃってると思う。そうです、ペースに飲まれ込んでますから、ちょっと難しいじゃないかな今日は。高校は割と同じ土俵で戦いますよね、相手と。かなり高子選手もこの間の記者会見でも尾崎のことをかなり意識してるみたいですけれども、試合前なんかどうですか。そうですね、今日は控室では普通でした。いつも通りでしたか、なるほど。交流戦慣れしてるっていうのはありますからね。そうですね、他の選手よりは。3回目ですか当たってんの。もう3回目か4回目ですよね、敵のリングっていうんですか、JWP のリングでも戦ってますから、今日はやりやすい、かえって自分のリングですから、はい、さあそしてどうでしょう、相手のリングと自分のリング違いますか雰囲気。そうですね、自分のリングは余裕を持ってできるって感じですけど、はい、相手のリングに上がるともう無我夢中でやらない。やっちゃいますか。やっちゃいますね。南選手ほどのベテランが。あ、でもやりますよ。あ、そうですか、はい、南選手の無我夢中ってのはどういう無我夢中なのかちょっとリングのね、ファイトぶりを見てるとよくわからないんですけどね。おっと、これはラリアットに持ってく手をかけたんですね。かけたんですね。さあ、そしてそのファイトぶりが注目される、レスラーとしての評価が注目されるそのキューティーですけども、割と手足が短いんですよねこの選手。そうですね、まあ、手足が短いというか背がちっちゃいというか、でも意外とそのジャーマンであるとか、あるいはドラゴンスープレックスであるとか、あるいはこのフットスタンプなんかもね、得意技にしてますけども、ニーパッドしてないからなんか膝小僧とかすりむいててそれがいいっていうファンもいると思いますよ。なるほどね、うん、足がやってませんね。さあこれはちょっとトリッキーな動きになりましたけども、さあ今度は JWP2 プラトンのフライングネックブリカー、これはかなりいい角度で決まった。今日はこの展開何度か出てますね。そうですね。ああ、そしてあー2プラトンの攻撃を強子が阻止して、さあなだれ式、あ、出ましたね、得意のなだれ式のアームホイップですけども、さあなだれ式のアームホイップ行く前にビンタ一発くれたでしょ、あれが井上貴子って感じですね。なるほど。
さあそして逆にアピールして、あっとこれうまい、一瞬の固めだ、どうか。さあテクニシャンぶりを、この片鱗をちらっと見せたという感じのキューティーですけれども、さあ2発目、たまない、いやーこれはちょっと危ない角度で落ちた、キューティー大丈夫か、大の字だぞ、うん、カウント2。さあそしてダブル井上、今度は強子だ。今日は入場の時にはね、強子チキータですかなんかね、ミニ強子を引き連れての登場で非常に華やかだったんですけれども、さあこの交流戦初登場出ました、トベレベルさん、トベレベルさん見事にダブルで決めた、素晴らしい、思わず声を上げた斉藤さんですけれども、でも、うん、本当は非常に安心して見ていられるというかね、なるほどね、あこれなんかすごいですからね、ポンポンポン出ましたね、あっとちょっと、あっとこれは珍しいですね、エルボーですよね、普通は、あそこで尾崎なんかやっぱり、ね、そんな何度も、あー、それました、やっぱり尾崎得意の飛び込み、そんないつもいつも食らってたまるかってとこでしょうね、なるほどね、さあその定番、これは今のあのトペコンヒーローですか、はい、というか、まあ、あの反転してから、はい、サマーソルトで当たっていく技、はい、いいタイミングでしたよね、そうですね、さあ舞台は場外ですけれども、キューティーがどこかやったんですね、キューティーもやりますね、コースむき出しのファイトという感じですけれども、別作に思いっきり打ちつけたのは井上貴子、さあちょっとダブル井上が劣勢の状態になってまいりました、結構気強いですよね、キューティーですか、いや、うん、やっぱり顔が優しいからって言ったってレスラーですからね、そうですよね、さあ舞台はリングに戻りました、だから名前だけのレスラーじゃないってことですよね、はい、さあそしておっとこれはあっと尾崎がフォローに入ってドラゴンズベスト、綺麗に決まった、危ないぞ、おっと危ない、おお、まさか強子がという感じでしたけれども、いやーそれにしても尾崎のフォローがあったとはいえ、今の一発だけでガラリと評価が変わるんじゃない、なるほど、レスラーって一瞬でなんか評価変わるけどね、フットスタンプから伊藤、あーに負けじのフットスタンプ、何があるんですかこの選手、いやー、あそして今度は尾崎も、尾崎はなんだ、尾崎もフットスタンプが痛そうだ、これはまだ行きますか、まだ行く、まだ行く、あーっと痛い、いやーしかしもうやめてくれという感じですけれども、あーすごい、あーこれは強烈ですね、あまだ行きますか、まだ行きますか、うーわーすごい、4の5連発ですかこれ、危ないぞ、相当エグかったですよ今、エグい攻撃ですね、でもタッグマッチだからね、うん、こういう展開ってあるんでしょうね、なるほどね、いやー寸根のところで高子、あこれは尾崎が得意にしている変形の、あっとしかしこれは崩れた、おっとロープを利用して、あーチャーマンだー、すごい投げっぱなし、さあ今度は何を見せるのか、今度は何を見せるのか、さあこれは多分反転式のね、あそうですね、反転するやつですよ、さあ出ました、おっと綺麗に決まったボディープレスですが危ない、いやーヒヤッとしました、井上強子、これは思わぬ展開といっては JWP に失礼かもしれませんけれども、おっとあー出た、これは2回転式のエビ固めを狙ったんですけれども、うん、それを見事にパワーボムで切り返した、やっぱり個々の力だとこういう試合展開にならないと思うんですけど、タッグマッチですからね、なるほどね、あーっと危ないぞ、バックドロップホールド、かなり高角度で落とした、おっと今の蹴りを入れるあたり、かなり、あー出ましたね、でもまた蹴り返しに行くところがキューティーなかなかのもんじゃないですか、はい、さあもう一回ひだ十字、あっとたまらずロープに逃げた尾崎、さあ高子尾崎因縁の対決となってきたんですけれども、おっと腕を固めて、これでホール取られてますからね、高子、あっと決まった、変形のドラゴンスープレックス、危ないぞ、危ない危ない、いやーハーフネルソンから腕を固めての変形のドラゴンスープレックスホールドでしたけども、ただはい、JWP コンビ、持ち駒が少なくなってきましたよ、なるほど、ええ、そうですね、もう必殺のフィニッシュホールドをそれぞれ出してますからね、あーっと、さあこれうまく固めた、こ
これで決まるのか、うん、カウント2。井上京子あたりはまだまだね、うん、ありますからね。ここから10個ぐらい技ありますからね、まだ、はい、さあその辺の手数で優位に立つことができるのか。あっと、蘇った。さっき失敗したやつやるんですね。さあ、エルボーだ、エルボー、見事、素晴らしい、完璧にヒット。さあ、カウントどうか、うん、カウント2。まだまだ尾崎もスタミナを残しています。なんていうか、全部やらせて、ね、さあ、ナイアガラドライバーも、ご存知ナイアガラドラ、しかしキューティーが入ってきた、キューティーが出てきた、そして、あ、しかし、今度は井上も、高子も勝った。いやー、目まぐるしい展開。あー、そしてナイアガラドラ、しかし決まった。おー、見事に、これはないぞ、一瞬の返し技。いやー、よく研究してるというか、これは、これ対抗戦のね、返し技じゃないですよ。いや、よく研究してるってことじゃないですか。いやー、しかしもう一回狙うが、あー、まあ、これも見事に尾崎読んでいた。あー、そして、あー、裏勘だろ、これは綺麗だ。さあ、カウントは横浜アリーナが揺れます。横浜アリーナが揺れます。あー、うまい、素晴らしい、セカンドロープを見せてのミサイルキック。あー、そしてナイアガラドライバー、今度は決まった。さあ、フィニッシュか、カウントは甘い。ここでセーブしたら、なんかこれでまた展開が分かんなくなってきましたね。いや、驚きましたね。これターコの強固のフィニッシュホールド一つクリアしましたね。そうですね。さあ、今度は、あ、合体なかった。しかし、これタッチマッチというのは本当にわからないですよね。一つの技ではさすがに決まらない。でも、あっちは行いやってますけど、はい、京子タッコにチェンジしてるんですよ。あー、そこ、ね、から、ものは落としのかな。あっと、カウントは、ま、カウントは2。ポールに持ってく回数は JWP 多いですけれども、はい、基本的に回転もんできてますから、ね、うん、あの大技はなんかね、そんなに出てませんよね、はい、ね、スープレックスものが多かったですね、最初に、あーっと、だからそろそろスープレックスでも品切れですから、新しい合体技だ、これですね。あー、